ほな。ほなほな。しゃがみ。しゃがみ。クロスから知らせが届いたわ。もうすぐ次のお札がある。三千洪水湖よ。洪水が起きる湖。この地の農民はここで雨乞いをしたという。海宝は、聖地を荒らし回るのがよっぽど好きなのね。光の軍っていう割にはやりたい放題ですね。クロスはどこだ？姿が見えない。私たちはテレパシーでつながってるの。怖いな。私の幻影が口も開かずにどうやってあなたに話しかけ、確かに口パクしないゲームなのかなと思ってたけど、そういうことじゃなくって、回線疑われてますな。いや、今鈴鳴らしたからね。あは。そこで鳴らしても、ブオーされますよそれ。呼んでるんだけど。いや、行かないでしょう。やりすぎると、ブオーされますよ。いや、まだ大丈夫でしょ。いや、でも他の人たちがピコンってなりますよ。ほら。大丈夫、大丈夫。ちょっと。それで倒せる。ちょっとそれ、そっちはいいかもしれませんけど、他の人も行きますよ、それ。完全に悪臭では。ジノさんこれいけるでしょ。実体がバレちゃうんだよな、これ多分。いや、こんなに、しかも、あの弓兵あらあばらぶってるから、あんまり行きたくないでござる。何回するんですか。ちょっと、大丈夫？鳴らしすぎじゃない？だって来ないんだもん、あの人。せめて1回にして。よしよし、疑われてますけど。よいしょ。ん？なんかライトオーブを、ライトオーブをライトオーブが守ってるんですが。じゃあライトオーブをライトオーブが、うん？あ、どうも。はいはい。そこ壊したらここが壊れるってことか、そういうことか。向こうの弓兵もやっとくか。そうだね。おい。ナイスナイス。いやー、楽しい。これは楽しい。真下にいますが。いや、でもそれ倒さなくてもいけると思うよ。進行方向がわからんのですけれども。このまま真っ直ぐよ。どのまま、ちょっと前、毎週すぐ迷子になるから。どれ？ああ、来た来た。あの、立ってる人、立ってる人のところ、あれか、屋根の上行けませんかね。なんかね、遠くて行けないのよね。はいはい。じゃあ、影作って飛んでからの飛ぶっていう。まあまあギリギリ。中いけるのね。中もいける。ライトバリアを停止せよ。右と左とありますけど。任したわ。左任したわ。私も右来ちゃったけど。左行ってくる。わかりました。よいしょ。ここは鈴の出番。いや待てよ。敵いるじゃん。それは言いましょうよ。ここは鈴かな。鳴らしていい。鳴らしますよ。鈴は一回だけ鳴らして、で、近づいてきたところを、もういきなり切るよ。よし。で、死体は隠す。うまい。
ちょっとみんなに警戒されてるんですけど何やらかしたんですか。怖いな。ちょっと敵が全員そこら中にいそうですよ。さっきのあのびっくりマークの数見るに。あれね、遠くのやつは全然反応しないのよ。そうなん？その割には結構な数が反応してたような気がするけど、もういないかな。このままでは向こうに行こうかな。うん、そうだ。ひとまず隠れていこう。ああ、なんかある。ライトバリアを停止せよ。だからこれか。はいはい。うんうん。で、お？ダイス？え、第5章？もう次行ったの？早い。ここ抜けるだけでよかったんですか？なんか左右になんかあるみたいな感じ。ああ、ね、全体像これ。なるほど。うんうん。なんこれ。これは違うんじゃない？え。やつらは湖の隣に、うん、鳥居に置いたわ。いい場所ね。それはあげるわ。何を少し遠回りをしないと。あれが何かわかんないんだけど。なんか変な木の棒みたいなやつ。ね。待ってくれ、闇子。え別にそんなことどうでもよくない？拠点解放されちゃうんだって。一緒に捕まってんですかね。うん、いや、バンジンともは頭が良くないってひどい草ですね。ああ、私はどうなるんだ、確かに。うん、まあ、役目を終えたらそれは消えるんでしょうね。しかも朝になっても消えるし、どの道消える運命よ。かわいそう。そのうちわかるわ。すごい適当だよね。まあこの人は自分が助かりゃあとはどうでもいいみたいな、そんな感じなんだと思いますよ。まあ召喚された人間の扱いってそういうもんですよね。所詮あの雇われ者なんで我々。タリスマンを見つけろ、タリスマンを見つけろって前もありましたけど、タリスマンって何？タリスマン、いや、こっちでいいんじゃない？かなぁ。さて。え、めっちゃ広いな、ここ。左右にいろいろあったっていうのは、このマップの左右のことかな。これ、分かれる？いや、パイセンが心配なんで、私はパイセンの死体を隠す役をやりますよ。関係ない。あ、巻物あるわ、そこに。どこ？それは取りたい。正面、これ、の正面。ん？ん？ん？わからん。まあ、連れてってください。え、作ったのに行かないんですか？できなかったの。なるほど。来ないのに。あ、川がないわ。え、私はたくさん。ああ、なるほど、そういうことか。けどここ2人いるなぁ。行けなかないか、遠くて行けない感じか。あの角っこにいるうちにバスッと行って、あ、こっち来るのね。お、いいですね、そこいいですね。いいですね、いいですね、そこは行ける。おお、いいですね。じゃあ私は隠す。これ気持ちいいよな。あの人は光のとこに立ってるから、うん、呼んだ方がいいんじゃないですか、鈴で。いや、僕関係なく行っちゃうよ。え、そうなん？え、どこ行ったの？ここに巻き物あるからね。ああ、そっち。なるほどね、そういうことか。うん、後ろからぶつっと。あの、ちょっと先にいるあの人が怖いですけど。どうぞ。よし。ほいほい。
あ、パワーがない、闇のパワー、闇のパワーで。確率的にはこっちなんだけど、うん、いや多分全部70メートル先だ。そうなんだけど、全部やんないとダメなんじゃないですか、なんかゲーム的に。こっちもなんかあるもんね絶対。うん、ひとまずまあ行ってみま、ね、結構いるけど。ああ、弓がいるのか。弓がいますね。まあなんせその人を何だったら鈴パワーで、でも来そうな感じですね。くるくる、あ、来ないか。来ない。いや、行くわ、違う。え、見つかんないそれ。影だもん。いや、ちょうど弓が向いてないのこっち。ちょっと隠しとくか。あ、弓が向いてない、それは助かった。え、だ、え、だ、こわ、こわ。ほいほい。あ、でも、ここでずっと行けちゃうね。いいね。ウェルート大正解じゃない？うん。これは楽ちん。楽ちんだけど大丈夫ですか、本当に。パイセンすぐ調子に乗るから。ここに行って、ほらもう全然、よよよ。マークしてんの、他にもいるかもしれませんよ。ん？マークしてないのか。あ、見つかっちゃう、死体が。見つかるね、これは。よいしょ。かなり強引でしたけど。ふう。ここ本当にもういないんですか？ない？ん？入る、いるわ。でしょ？3人いるわ。ああ、隠しといてよかった。隠し、隠しといてよかったけど、私が見つかってんですよね。ちょっと一回、え、落ちない？ちょっと、そのルートは聞いてないわ。よく登れましたね。罠かかんないですけど、この人。でもね、もう一回落ちないといけないのよ。あ、そうなんですか。そう、でも近くに来てくれないからさ。しかもこれ天井、天井行けるじゃないですか。安全、安全、安心な天井ルートがあるじゃん。ね。いや、鳴らしすぎ、鳴らしすぎ。配線に鈴鳴らせるととんでもないことしか起きないから。おっ、おお、かっこいい、かっこいい、かっこいい。なるほどね。一回使っちゃうのか。もう大丈夫かな。一回降りよう。死体もなくなっちゃうんですね。へえ。強いね。こっちからも降りられるよ。お、了解。じゃあそっち行こう。え、そこ何かあるんですか？来たはいいけど。いや、何もないよ。なるほど。ドラ。こっちのこっちのあのバリア壊れてる。ああ、なるほどね。え、あのバリアのオーブはどこに？かな。え、来たはいいけどバリアのせいで先に進めませんね。ここじゃないのか。じゃあ別の場所やるっぽいね。うん、やばい。影から影、影から影。え、この建物の中ですかね。あるかな。四角が多いから。あった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 、見つけたわ。ほいほい。思わぬところから敵が来るから怖いですな。これやばいな。メギの任せるね。うん、なんかあった時にはじゃあなんとかします。あ、いや、ここに罠置いちゃうわ。いや、ちょっと戻って。いや、いけるのではこれ。いけるのではこれ。よいしょ。ほら。いける？いけた、いけた。よいしょ。
パッと向かってきて。たねうい。いやすごい、これ天井ワープが使えるのも楽しい。よし、脱出脱出で、これで OK、脱出脱出。いいね、とってもいいじゃないですか。ほいほい、いいね。え、これ何なの。ああ、なるほどね。お札だと、スキル回復だね。え、そうなんです、やっぱ。うん、回復した。じゃあ取る必要ないのでは。そうね、ディノさんは関係ないかも。うわあ、いるじゃん。ちょっとパンセン。もうちょっと注意して。うわ。これ天井ある？天井ないね。来てるよ。来て、結構来ますね。でもこれ向こう行くのでは。向こう行ったら背中から、お、おお。はいはい。これこっち。これさ、奥にもバリあるんだよな。まあでも一応こっち来ちゃったし、行けるとこまで行ってみては。向こう側も向こう側でなんかありそうですけど。あ、これ巻物じゃない？あ、おう、いるわ。ここどこ？巻物？下に巻物っぽいものが見える。ふわあ、ちょっと見つかったんで逃げました。ちょっと上から行った方がいいや、ここ。いや、上丸見えよ。え、あ、本当だ。下から行くか。こっちね、移動できなくなっちゃった。あ、ここに一人。え、敵って二人だけ？そう。パイセン、なんか姿見られたっぽいっすよ。影がないのに。ここは影扱いかな。よし、いけた。後ろ気をつけて。弓あります。はーい。うわー、ナイスナイス。いいね、忍者っぽくなってきた。もう一人は？やった？もう倒してる、うん、はいはい。あれ、巻物があると思ったら違ったわ。わかんない。ああ、やってきている。こっちで合ってんのかな。いや、逆に逆にこう長すぎ、こっちのルートが長すぎて、ここが正規ルートで反対側のルートに巻物があったみたいな、そんなことになりそう。見られてない？2人いるからちょっと今戦いたくはないな。いや、敵が置いたから大丈夫。あー、2人来てくんないな。2人来てほしかったのに。武王されましたけど。いや、警戒状態の時に鈴を鳴らしたら、うん、武王されるんじゃないっす。でも全然来てくれない。一定以上、あ、行った。はい、さ、あ、嘘。引っかかんないんだけど。効果範囲外かな。嘘、今のはないよ。あれ来たのに。まあね、あの欲を出すとそうなるっちゅうことですな。さあ、どうしようかな。でも楽じゃない。うん。さて、このまま進んでいいものやらどうやらっていうのもあるわけですけれど、いいんじゃないかな。あと弓がいるだけだもんね。
いや、他にもいるかもしれない。あれが弓。ん？だけ？そうだね。お、お。さよなら。ナイス。よし。あ、巻物があるわ。巻物いただきます。正規ルートではなかったがこっちのルートで良かったということ。いいな、うちも欲しかった。反対側は反対側でかなり長そうですけど、パイセンいつ復活すんのこれ。お、復活した。ああ、なるほど、ここチェックポイントか。いますよ、いますよ。いるわ。向こうから行くか。ちょっとパイセンのフォローしないと、あの人すぐ罠で死んでしまう。ん？打ち殺さないでいくの？あ、スルー。なるほど。そうよ。え、何？殺さずに目覚めたんですか？僕のも全然余裕でしょ。え、これはさすがに。いや、大丈夫大丈夫、いけるいける、暗いからね。あれ、右手が進行、あ、直進、これ、こっちこっち、多分直進。いや、わかんない。どうしよう、ここ見つかるかな。見つかんない、見つかんないけど、けど、いやー、影が置けないの。いけるかな、ちょっと。ほっほっほっちゃほっ、いけた。あー、あー、なになに今の声、見つかってますが。え、なんで見つかってる。多分壊した時の音じゃないですかね。近いの見つかったの。うん、すごいすごいか。あ、やばい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 、ちょっとやめてやめてやめて、だってこんな近いもの、そりゃそうなるわ。逆に向こう行った方が安全だったので。あ、ここ行けるじゃん。いや、大丈夫大丈夫。よいしょ。うん、これどこに行けばいいのかな。完全迷子だが、あそこにもいるね。よいしょ。お、すご。なんかそこに青いのが見えるの、なんだろう。なになに、巻物？わかんない。いや、ジンノさんの真下かな。よいしょ。これやってなんかお宝っぽいものが、ふわー来てんじゃん。ちょっと教えてくださいよパイゼン。あそこにいる。あー、あれね。え、これ何、これ光ゴケじゃん、ただの。あー、なんだ。ちょっとパイゼン、ちょっと私に確認だけさせて先に行くの。あ、これ上上がれる。オッケーオッケー。いや、いいね、忍者だね。結局ここ何しに来たんですか我々。あ、ここにもあったわ、オーブ。何が。あは、なるほど。え、つまり壊して、2つ壊したからいけるんじゃないこれ。なるほど、ここ行き止まりか。今の壊した音で また何か来るのかと思ったけど来なかった。うんうん。ああ、あ、ちょ、待って、やば、見つかった。ちょっと。やべ、ブームされた。やばい、ちょっと逃げろ逃げろ。やばい。
そう、ちょっと操作をね、調子に乗ってワープして操作をミスると敵の目の前に落ちてしまうっていう。そうなんだよね。いや、こっちやばいかも。すいません、パイセン、私一人脱出しました。嘘。めっちゃ来たんだけど、こっちに。見つかった。しかも、行き止まりなのよ。ああ、そこね。そう、見つかった場所に敵集まってくるから、早めに離れた方がいい感じですよね。そうそう。パイセン。またそんなに来たわ。そう、結構ね、慎重な操作が求められるゲームでございます。そう、落ちちゃうからね。あー、出口どこだっけ。ここでいいのか。あー、ここね、はいはい。もうでもここにはないでしょ、バリを越えたし。だと思いたいです。もう外出ちゃえばいいんでしょ、うん。え、船があるか。あ、パイセン復活した。ここであと2つ、4つまで奪いよ。なるほど、なかなか大掛かりなステージになってきましたね。そうね。これ上行けない？行けるわ。よいしょ、もう一個上行きたい。よいしょ、いいね。落ちて死にそうな気がする。え、ユウ、なんかある？え？パイセン、私なんか今なんかにインタラクトしたら素晴らしいって言われたんだけど、一体なんでしょう？何したの？わかんない。なんかにインタラクトしろって言われたからしたら褒められた。え、どうしました？ん？あ、そっか、カメラもないや。カメラ？影ね。あ、影ね。はいはい。なんか、しゃがんでたらあんまり影減らない気がしますけどね。影、影パワー。これどうしようかな。やっちゃっていいかしら。いいよ。いや、でもなんか、あそこの弓がお互いにお互いを監視してるような感じはするんですけど、一回下降りよう。いやー、影なくなった。おっと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 、まずこの上の影を。あ、パイセンやってくれる？はいはい。いや、いけないの。え、そうなの。なるほど、なるほど。私がそっちに戻って、で、こっちに行って、こいつ。うわ、これ見つかりそうだが、見つからないんだな、これか。え、これ全然違うの、こっちの赤が。お？ニョクジムさん残ったね、パワー。なんかね、しゃがんでると、影パワー減りにくい気がする。え、なんかうちすぐなくなるよ。そうなの。ああ、じゃあ影パワー、あ、私ないわ。でもないわ。よいしょ、影に隠れて。ここ影だ。でもなくなっちゃうんだよな、これ。もう行けないんだよな。ここ影ありますよ。ここ今私が作ってる影が。あ、ありがとう。いや、うちもワープできないのよ。ああ、そっちにじゃあ影を作ればいいのかな。影できた。ありがとう。ありがたいけど、ありがたい、ありがたい、ありがたいわ。でも足らない。じゃあこっちに来て影を作る。いや、こっちに来ると影作るのになるよ。あ、オッケーオッケー。私がなくなったわ。でしょ？さすがになくなったわ。どうぞ。ありがてえ。
ありがたいけど回復はしないな。あ、明日。あ、オッケーオッケー。見張りはそっち行きますよ。こっち側に移動した方がいいのでは。あ、やっぱ落ちるよね。やっぱ落ちるよねって何ですか。落ちると分かっているんだったら、あ、やば。どうしよう、パイセンにやってもらうつもりでこっち来たのに。うわ。いや、いけるいける。あ、装備した。ここは無理やり切る。で、向こう行って、うんうん、ここ、え、もう行っちゃおうか。そうね。ほい、ほい、ほい。ん？行けませんが、影パワー、影パワー。ふぅ。充填してからのよいしょ、はい。で、これは遠いな。届かない感じ？一回作ってこうか。はい、切れてる。わい。ナイス。はいはい。あ、ここになんかある。ペコ。これなんだ？そっち何かある？情け。ないのか？情け。よくいけるの？ああ、いける。よいしょ。で？で？で？でもそっち来るのがいいかもね。そうですね。よいしょ。こっからおう。よいしょ。で、出口はどこですか？どう行くかね。よいしょ。とりあえずあのバリを3つ壊さないといけないのね。そうですね。ひとまずステルスキルしときました。はい、ポイン。うん。ああ、弓兵がいる。はてな。うん。はいせん。ちょっと死体こんな明るいところで死体を、あ、まずい、うわー、かなり警戒されてる、うわー、なるほどね。あ、こっちにもいるのか。弓の人が結構目がいいから、うわ、うん、あれをなんとかしたいけど、よいしょよいしょ、あったけど、よいしょ。警戒は解け気味だけど、あの人がずっとこっちを見ている。そうなのよ。いしょ。ん？いけないね。あ、いけるか今。ちょっと弓は任したわ。了解。うちこっちの二人やってくるね。ほう。あ、危な。見つかるとこだった。
OK です。弓はやりました。あとはお任せします。反対側にも弓いるから、あれもやっとこうか。ここ登り、登れないね。一回降りるか。登れないね。もう全員マークしてますよね。してるしてる。いけるかな、これ。いけそうな気がする。いいね。よし、弓もやった。はい。パイセンがまたなんかやらかそうとしている。なんかやらかそうとしている。これ失敗するやつだ。よいしょ。おお、や。イメンキル。二人死んだわ。吸い込むんですね。そう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 。爆発、罠っていうから爆発系かと思ったら、異次元に吸い込まれていった。まるでデジョン。気持ちいいわ。影作ってあげたのに。え？ん？下にまだいますが。ちょっとパイセン？話は違うか？これか。え？やってくれなかった。よいしょ。おい。うわあ、危ない危ない。全部やったんじゃないですか。オッケー。やばい。もういたわ、ここに。よいしょ。ん？こっちか。はい。ん？いけない。あ、影パワーがない。影パワー、ほんと影パワーだよりよ。そうなのよね。おい、あ、弓いるんだけど弓は効いてない。おっと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 、ここは明るい。やばい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 。はぐれてしまった。パイセン、それどこ。屋根の上から落ちてしまった。よし、はてなはされてますけど、ここあんま良くないですよ。影がない。あ、これ影じゃないんだ。うん、いけんのかな、ここ、この先進むと積みそうな気がする。え、パイセンが作った影を使おう。よいしょ。もう倒さないで先行っちゃっていいんじゃないかな。先も結構いますけど、これ屋根の上登れませんかね。か、鍵がないでござる。鍵がないでござる。もう中入っちゃおうか。あ、鍵かけ。こんな隅っこ。よしよし。これで中入って、うんうん、外出るの？いやーの。よいしょ。うい。これで、よいしょ。よし、行けた。わあ。え、あのバリア壊すためのオーブってどこなんですか？うん、あったあったあった、これだわ。うん？あー、はい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 。でももう一個あるんだよね。え、中に直接ジャンプできないんですかね、あれ。これしたら何せ影パワーがないからどうしようもできないんですけど。うん、下の様子が分かんないな。ちょっと一回、じゃあ私離れたところで偵察をしましょうか。お願いお願い。なんせ影パワーがないから何もできないっていう。どっち向いてるかだけ教えてほしいかも。うん、遠くてよくわからんが、あ、今ならいけそう。
うんうんうん。ちょっともう、あいつもやっとくかもう。そうね。いや、ちょっと怖くてやれないわ。怖くてやれないわ。ああ、そうか。あ、これはまずい。これはちょっとまずい。うひ、帰ろう。おい、ほい、わあ、やった。よし。あと一個どこにあったろ。で次は？でも聞いてればいいよ。さっきの2つで消えたような気はしなくもないですね。ん？やっぱ私が見つかってんの？いや、うちも、うちもまだもん。おー、ナイス。まだいるのに。え？ああ、あれね。隠してほしいかも。はいはい。バレちゃう。隠す。よいしょ。ここ何にもないな。これも隠してね。はいはい。よいしょ。これもう脱出できそうな雰囲気ですよ。目的地どこだろう。あー、エリアがゼロだもんね。え、ここ敵いたの？あとは出るだけよ。はいはい。長い戦いだった。どうやって出ればいいんだこれ。なんか違う気がするな。あれ、ここですか本当に。どうやって来たっけ。違う気がするん？そっち？どうやって来たんだっけ？スタタタタ。え、こっちは来た道です。じゃあ来なかった道。あれじゃない？こっちこっちこっち。うんうんうん。これだわ、この上。ああ、はいはいはい。ですよね。よいしょ。うわぁ。何気に長かったのここね。ちょっと、そうか、殺してきてないから残ってる。そう、しかも見られてる。逃げろー。もういないはず。あとは、はいはい、ちょっと見られてる。動けませんが、対戦が無理やり通っていったから兵士たちがみんな警戒してて、私動けないんですけど。動けないんですけど。帰り道のことを考えればやっとけばよかったなと今更ながらに思う。いけるかな。今いけるんじゃない。ちょ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 、あの人こっち向いてるからな、まあ、しょうがないか。よいしょ。ふわーい、ゴリ押しだ。ブオー言われたけど、ああー、やっとクリアだ。え、こんなん取ったっけ。取ったっけ。これを武器にして狩りでもしていたようですね。みっともないところ。飛んだ野生児だったようですけど、ね、見た目より
暮らしてたからね。うん、とてもそんな覚悟があるとは思えない今の姿ですけれど、でも今の姿はイメージだから、本当にこの格好をしているかはどうかは分かんないですよね。確かに。うん？ん？ちょっと話はよく分からない。うん。なんかちょっと怪しくね。今日本語訳がちょっとおかしいのかもしれない。あと一つお札を手に入れれば町へ向かうことができるわ。一体どこに置いたのかしら。それも持ってくの。なんか闇子の私物を集める旅みたいになってますけど。うんうん。ランク C。なかなか難しいね。死体の発見はゼロなんですけども、やっぱり。やっぱり普通に自分自身が見つかってますからね。倒した敵、放置した敵、注意をそらした敵。どういうことだ。だから、自殺するとかで呼んだ敵ってことでしょ。あー、配線、配線これもう実は16時半なんですけど。あ、本当だ。ええ、実はもう2時間、もうやめる、2時間半やってて、まあ、キリのいいタイミングではあるんですよ ね、 うん、うん、この辺にしときますか、うん、この辺にしましょうか。はいはい、はい。なんかもうあのオープニングじゃないや、導入始まりましたけど、ちょっと突然雰囲気ぶち壊しな西洋風の塔が立ってますけども、急に変わっちゃったね。ええ、どういう世界観なのか全く分かりませんが、じゃあ今日はこんなとこにしときますか。そうだね。うん、はい。というわけでね、今日はこの辺にしたいと思います。はい、したいと思います。お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ティノさんなんか告知あります？うちはあの一応今夜も日曜夜いつもやっている、うん、早寝配信をやろうかなと思っているんですけど、もう OBS の調子が良くないので、うん、もしかしたらできないかもしれませんという感じです。はい。なるほどね。でももう治ったんでしょ？うん、まあ間に合わせでやったので今回。ちょっとね、OBS の細部の設定とかあんまり確認してないから、どうなんかなっていう感じです。まあ、できるかなとは思うんですけどね、はい。なるほどね。うん。まあ、問題なければいいけどね。そうですね。はい、じゃあ、うちの方から告知なんですけども、今日は夜はね、一応ね、昨日枠は立てたんですけど、あのね、ペイデイ3の枠を立てたんですけど、え、ちょっとね、やってみたら、うん、なんか1ステージしかなかったのね。まあ、まだベータテストでしょ、あれ。そう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 。で、すぐ終わっちゃったから。まあ、そうでしょうね。うん、ちょっと枠を消しました。まあ、なんもうちょっとね、やれると思ったんだけどね。まあ、テストだし。ね、テストだし、まあ繰り返しやってもいいのよ、同じマップを。いやー、ちょっと短かったかなっていう。なるほど、しかないね、そうですか。そうそう、なのでどうしようかな。え、スイッチ、ね、VR ちょっとやろうかな、久々にね。ほう、うん、このワールドでも行ってみようかなって思ってるので、そうね、20時ごろにやっていこうかなって思ってます。うん、うん、そんな感じかな。はいはい。あ、いつきさん、松田です。
アンデラさん、コルナです。どうもこんにちはです。お疲れ様です。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。また来週。また来週。またねー。